これ誰意識してるか知ってる？ゆうた。あ、違うか。誰？お前分からんの？イッテ Q の？イッテ Q の誰やねん。分かった、分かった。あかーん。誰が宮川やん。なんでこの眼鏡かけてるか知ってる？宮川大好きやろ。ちゃうって。兄弟やん、兄弟。おさくろ？違う、それお前やん。それお前やん。兄弟？兄弟おるやん、有名な。モーリー。なんでやん。分かる、分かる。でも眼鏡、誰がかけてる？兄弟の眼鏡。ボンボン。兄弟でもないし、あいつの兄弟の人知らんやろ。なんで分からへんの。女と男の兄弟よ。このメガネ、こういうメガネ誰やし。ヒント順位よ。ヒント、順、順、ヒント、順。妹かわいい。順やしか分からん。出ないよお前、おかしい。おるやん、上町。あー、中町か。誰、これ誰？純平。純平やん。 JP。 純 P 出てきた。 JP。 JP。 JP 好きやから。 JP マックス。パパフィニシャル。 MP 強さやん。全然魔法使えたら MP ってんだ。今日は全然違う話だろ。今日はグッズの話で。何リングアメ持ってる？グーじゃなくなる。何の話これ。グッズや。お前が JP 出してきたやん。あー、すまん。 JP めちゃくちゃ痛いからこれ。今日は第2弾のグッズを出しました。みんな買いの。みんな買ってね。上町、中町、中町です。休みよ。おう川でけど、下川、上川、宮川です。あ、それともう一個報告がある。何？じゃあ報告の方やから、ちょっと正座するわ。お前にも秘密にしてたけど、今回はコムドット言うたからそっくり企画に報告するわ。ぜひ拡散と応援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。ユタと片岡君で原宿ある期待です。よろしくお願いします。そしてゆらゆらすヒューガを殴りたいです。ユーマをどつきます。ヤマトにチョークスリーパーをかけます。アムギリとラップ対決をすると見せかけて顔面とつきたいです。よろしくお願いします。これはやばない。これはピーってる、ピー全ピーで。ということでよろしくお願いします。嘘ですよ、コムレンジャーの皆さん。これ冗談です。お前応援来てくれよ。来ません。なんでやねん、お前来てくれや。脅しに行きます。はい、正座して正座して。それではよろしくお願いします。今日のご飯はバラと、ふみパパのロックラーメンです。パパのロックラーメンはキモい娘、こんなのとか、え、こんなのとか、あ、こんなのとか、あ、こんなのでしょ、あとこんなのでしょ、あとこんなのでしょ、こんなのとか、あ、こんなのとか、こういう風な感じで勝手に変えられてます。何とんねん。飲みアレルギーなの。あとパイナップルもなんかかゆいなるって言ってなかった？キウイの？何個あるかな、楽しみやな。アレルギー用かもしれんよ、もしかしたらクーちゃん。アレルギーの王様かもしれんよ。もう食べるもんないんちゃう。あー、悲しい人生。クーちゃんの目の前でフルーツをもさぼりつきたいと思います。でも食べれる、フルーツちゃん。食べるか。クーちゃんが一番好きな果物っていうのね。最近はマスカット。最近は季節によりかある。当たり前や。四季折々のフルーツを楽しむよな、クーちゃんは。そうや、なんか。布団兼枕、布団兼枕寝てるわ。ちょっとほんま寝てるか見てみるわ。あ、寝てますなぁ。布団兼枕で見てみ、この枕棚すぎやろ。模様みたいになってくるもん。カバーしてた、嫌がるブラジのカキの鼻にが。どれどれ。わーおーわーおー、お皿入れてるん、おにぎり。上の服小さすぎやろ。ピチピチやん、それ。海に遊びに行くやからの服のサイズやん、それ。うまい。なんでこの位置で食べてるの、この中途半端な位置で。そうやって食べたら、うん、うん、なんでキスした、一回ラジラジさん、やりやりやりさん聞いた。おパパがガチこれに似てるって。そっくりやん。いたたたたたた。見てみ、そっくりやん。ほんとやってみて。そっくりこれ壊すから。ごめんごめんごめん。壊すから。ごめん。似てない。ガチ。プライドが芽生えてるこいつ。ガチ？似てない。ちょっとだけしか。破産。
やっべぇ。最高。見て。もう。違う探してる、選んでるやん、できそうなやつ探してる。お願いします。なんかいいのありました？カジのセンスが分かるな、これは。センスがええって、そういうセンスの意味だったんや。すげえ。センスだけに、それはすごいな。見てみん、くーちゃん、その間にこの得体の知れない毛玉取りまくってるからな。これで新しいクッション作れるんじゃん。もういいけ。何秒で降りれるか。いつもは5秒ぐらい、1秒目指してみます。うん、とか言ってる。どうしたんっていうことをめんどくさいから喋るんだ。うん、だけど終わらそうとしてる。もしかして今日こいつうんしか喋れへんのじゃん。うたらやから。うん、何時に起きた？うん、やすたん。うん、何キロ痩せたん？前が68キロやったからちゃうわ。もう痩せたな。まだお前も53キロまで行くな。パパお前175センチ53キロやった、うん、コリコリやぞ、うん、168だろ。168、お前しくく言うな。パパ実際見たらでかいから。カジ、パパちっちゃいよね。ちっちゃないし守ってくれてる。いつもいつもお前らの味方じゃねえんだよ、カチはよ。サミーちっちゃいと思うよな。尻尾振ってるから、ね、前回から振ってたやんよ。引く前からグングン振ってたやんよ。もう興奮するな、お前は。手押さえるタイミング遅すぎやろ。危ない危ない危ない、ハサミ危ない。危ない、それサミーの爪切るやつやんけ。うわ、チョキ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 やん。でガリガリやってんの。しかもちょっと忘れてるやんけ、さっきの画像。いやー、ガリガリガリっとやー。それそこにするおかしいやろ。いや、おかしくないよ。こいつを単体で使うのにストラップみたいになってるやん、これ。ストラップ扱いやん。カジ、病院行くか。病院行こう。あと行ってない。大会直しに行こう。痛いなー。殺人ライダーやからな、あいつは。笑顔で突っ込んでくるから、だって見て前見て。うわ、すごい、バットしてる。バットも投げるやん。めっちゃ生きてるやん。エンジン使ってるから。エンジン使えよ。なら、カジの負が入ってる。なんの？カレクリ。カレクリの部分入れてるの。うわ、ほんまや。着替えできるやん。なんか青の色がもうガリガリしか見えなくなった。ガリガリやん。パパを叩くやつやん。叩いていいよ。いけでも昔やろ。いけ言うの昔って、絶対。奥まで行った。何の顔汚い。奥まで病院よ、病院。注射よ。ママ、奥注射痛くない？注射。注射行きたい。ママ、この注射行きたい。ママ、行こう。変やな、お口って。パパ、お口行くんやって。お口注射したいんやって。変わったやつやん。パパ、行こう。行こう。奥、どこ行こう。行った。注射。注射行くん？エンジンつける。つけるもういいけ。おい、お前ら。あいやうわー、すごい、みんな覚えてるやん。おい、今からお前とアレルギー検査行け。パパ、カーチ、これが美味しい。来年な、10年後の8月また会えることを信じような。奥どうしたん？なんでどこから血出た？センターの顔見た。そ、癖のせいやん。もういいけ。ハチ、なんか出てる。嘘つけ。おい、お腹大きいな。何が入ってるの、それ。あ、ブルドーザー入ってるの、その中に。でっかお腹。ちょっと袋サイズ合ってないよ、それ。お口太いから、ちょっとダイエットしよっか。無理、大丈夫。嫌だ。ダイエット嫌？お茶。お腹空いたん？お茶買いに行く？買いに行く。お茶ないな。ないな。ゆうちゃん。あった。
ジュネちゃん。ジュネちゃん、ジュネちゃん、あったあった。おかねいかちゃん、おくろなるか。なんて？おかねいかちゃん。やるな、楽しんでるやん。見つめ合うと素直におしゃべりできない。あ、いつも通り、いつも通りちゃう。買い物デートに行くから、使うアイテムは何を聞いていくか、どうしようかなっていうところで決まったものはこれ。そしてこれでいこうか、あいつをここに乗せて、せーの、いくよ、はっ。あら、おい、しかし魔法使えなくなったかもしれない。せーの、はっ。え、こんなパパの姿見ないで、そんな冷たい目で見ないで、パパの一歳児のすめちゃうから。そう、キモそのシャツ、正面みたいな。どこが正面、正面シャツより突っ込むなあかんとかあると思うけど。顔、いや、顔じゃなくてこのブッサイクの顔。いや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 、小汚い顔、小汚い、うん、バー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 、行くぞ、乗れ。ひもお前パクってるやん、パパの。それで行く、お前ヘッドプリンセスやぞ、お前。もういいけ、でっか、でっか、これ見て、パパ枕さんが売れやんけ、お前。そりゃでっか、こうだ、やりやがったな、ついに。もうクーちゃん一人食べる、一人食べろ、分け与えろよ。新しいネイルしました。なんか、いや、気持ち悪いよ、お前。ペニーやんけ、お前。仰天ニュースのやつ泣くときあるやん。鼻打ってるよ、鼻。お前の鼻やんけ。じゃ、枕買おう。ハグリやんけ、どうもかな。お前見せつけてやろうかな。お前が飲むな。お前が炎上せ。もういいけ。パパさ、最高の法則見つけてしまったかもしれない。いいことも悪いことも2日続けたら変わる。2日連続飯どが食いしたら太るんよ。2日連続な飯食べへんかったら痩せる。そのまんまか。社長っぽく言ってる。平社員ですけどね。ニートですけどね。あ、そうです、マネニートです。皆さんにご飯をいただいてきていきます。じゃあ1個ちょうだい。どんぐらいしたやつ。500円はどう。ちゃん自分で買ったけど、 ちなみにそれあの値段いくら。それ8800円。ゲームソフトぐらい高いやん、それ。ゲームソフトやん。くーちゃん楽しみ。楽しみ、ね、楽しみ、楽しみ、お前が楽しむ。マスカット1個落ちんかな。何狙ってるの。日本昔話みたいな感じで転がってこうとしてるやん。売ってあげたのよ、こいつ金持ってるから。無理無理、お金じゃないから。あ、お金じゃないんや。ねえねえ、可愛いのやったら。それ全部食べたらあかんよ、一日一つ。なんでやし、腐るわ。もういいけ。母さん、おはよう。うわうわぁ。でっか、そのマスカット。後ろ見てみ。あ、見て、置いてくれてる。あ、うわ、ほんまや、イケメンや。もういいけ。小さすぎやろこれ、ほんま小さすぎやろこれ。ちょっとやめて、並べてるんやから。今できました。誰から行く、誰から行く。ジェーネが一番早かった。おっ、投げない。いけ。おー、すごい。ジェーネ、この前ボーリングしに行ったから一番上手い。なんでこっちから取るの。こっちから行け。行け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 。
しカチが一番上手やった。パパがもうおるやろね。おるやろ。するんかい。できむずやんけ。一本間違えてるピン、俺はカラフルなピンが。パパ、これ肩はそこやから。バウンドしてんけ。バウンド難しすぎやろ。こんな難しい。狙いはこいつに当てて、こっから拡散させて、こいつをこっちに飛ばしてきて、この反動を使ってこいつに当てるんです。頼むぞ。3ぶっとわちゃんよろしくね。チャンネル登録よろしくね。